こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は石高が1万石以上なのに、大名ではない家を3つ紹介しよう。江戸時代の大名って、1万石以上の領地を持つ藩主のことを言うのよね。その通りだ。今回はそんな大名になれるはずなのに大名じゃない。謎多き隠れ大名の家を解説しよう。隠れ大名ってキリシタン大名のことを言うんじゃないの？そうなんだが、1万石以上あるのに大名じゃないなんてレアキャラっぽくないか？だから、隠れ大名って言葉がしっくりくると思って使ったんだぜ。まあ確かにね。でも大名じゃない1万石超えの家ってどういう家だったの？そうだな。例えば裕福な藩の家老とか、藩として認めてもらえなかった家とかだな。例を挙げるなら、加賀藩の加賀八華や生駒騒動で改易となった生駒家などが該当する。なるほどね。生駒騒動は過去動画でも詳しく解説してくれたわね。うむ。生駒騒動が出てくる動画が気になったら、概要欄からチェックしてくれよ。大名じゃない1万石級の家は、特殊な状況下にあった家ってことかしら？まあ、そういうことだ。では、そんな特殊な1万石級の家を3つ解説していこう。まずは徳川将軍の身内だった、徳川御三卿をピックアップするぜ。過去の動画でも明治時代に立藩した徳川御三卿を取り上げたことがあったよな。あったわね。過去動画の詳細は概要欄をチェックしてね。徳川御三卿は徳川御三家の後にできたのよね。そうだぜ。徳川御三家は将軍家に跡継ぎを出すのが許された3つの家で、徳川家康の息子たちがそれぞれ初代当主となっている。うんうん。徳川御三卿の方はどんな家だったっけ？徳川御三卿は、御三家に跡継ぎがいない場合に将軍家に養子を出した家なんだ。徳川御三卿は8代将軍、徳川吉宗の息子や孫が初代当主となっていて、それぞれ田安徳川家、一橋徳川家、清水徳川家の3つが存在したぞ。御三卿は御三家のサポート的な役割の家だったの？それもあるが、将軍の側室が産んだ子供を受け入れていた家でもあるんだぜ。御三卿は徳川将軍の家族で部屋住みとされたため、大名扱いされなかったが、明治時代になってから田安家と一橋家が立藩してるぞ。御三卿って徳川一門だし、やっぱりお金持ちだったのかな？もちろん。三家の創設時に、幕府からそれぞれ10万石分の領地を分散してもらっていたぞ。10万石も、さすが徳川一門ね。御三卿の所有する領地は、関東や近畿地方などに細かく分散していて、領地の管理から家の家臣までも、すべて幕府から提供されてたんだぜ。それって幕府が全部やってくれるから、何も仕事しなくてもいいってこと？いやいや、それは違うぞ。御三卿は幕府内で重要な役職を担っていたし、後継ぎ問題をめぐってのトラブルもあって、決して悠々自適に暮らしていたわけじゃないんだ。そっか、いろいろと窮屈なことの方が多かったのね。そうなんだぜ。ちなみに徳川御三卿が江戸時代に立藩できなかったのは、立藩されると幕府の直轄地が不足してしまうから、という理由があったからだぞ。へえ、御三卿って本当に特別な存在の家だったのね。じゃあここからは、徳川御三卿の3つの家をそれぞれ簡単に紹介するぜ。まずは田安徳川家から解説しよう。田安徳川家は、8代将軍、徳川吉宗さんの息子さんたちの中で誰が当主を務めたの？吉宗の次男、徳川宗武だ。実は宗武は徳川9代将軍の座を狙っていたらしい。でも9代将軍って徳川家重さんよね？ああ、家重は吉宗の長男だから、多少あれでも優先的に将軍になれる特権があったんだ。あれって、家重さんは虚弱でちょっと引きこもり気味だっただけよ。吉宗は一時期、兄の家重よりも次男の宗武を後継にと考えていたようだぜ。だが宗武は将軍の座を逃した挙句、兄の悪口を書いて父親の吉宗に咎められているんだ。宗武さんは、よっぽど悔しかったんじゃない？そうかもしれないな。そうそう、田安徳川家の歴代当主には、幕末に大活躍した松平春嶽がいるぞ。松平春嶽さんは藩校の明道館を作ったり、大政奉還を提案した幕末の有名人よね。歴史の教科書にも載ってたわ。では次の御三卿の家は一橋徳川家を解説しよう。吉宗の四男、徳川宗忠が初代当主だぜ。徳川九代将軍の家重さんと田安宗武さんの弟さんね。一橋徳川家は、宗忠の孫、家成が徳川11代将軍になってるんだ。家成さんって歴代徳川将軍の中で一番絶倫で、すっごい子沢山だったお殿様よね。霊夢は家成をそんな風に覚えてたんだな。ちなみに一橋徳川家はもう一人、将軍を輩出しているんだが誰だかわかるか？一橋といえば最後の徳川将軍、15代の徳川吉信さんじゃない？正解だぜ。吉信は御三家の水戸徳川家から御三卿の一橋徳川家に養子に入ったんだ。そっか、御三家も御三卿も徳川一族だから、養子に出たり入ったりがあったのね。うむ。
御三卿からは他藩の大名家養子に行くこともあったぜ。幕末には御三家の次男、三男や隠居した当主が御三卿の家に入ることもあったんだ。御三家と御三卿でごったに状態だわ、混乱しそう。では次に行くぞ。御三卿の三つ目は清水徳川家を解説しよう。また吉宗将軍の息子さんが初代当主？いや、清水徳川家は田安、一橋の後にできた家で、初代当主は吉宗の孫の徳川重義という人物だ。なお、重義は九代将軍、徳川家重の次男にあたる人物だぞ。おじいちゃんが吉宗さんでお父さんが家重さんなんて、超セレブ。重義には子供がいなかったため、清水家の後継ぎは養子を迎えたんだが、以降も断続的に当主不在の時期があったため、清水家は大正時代まで養子を迎えて継いでいたんだ。将軍家に養子を出すはずが、養子をもらっていたのね。ああ。そのため、田安家と一橋家が明治時代に入って立藩することになった時も、清水家だけ当主不在で立藩できなかったんだぜ。でも、すぐに廃藩置県で全ての藩がなくなってるからいいんじゃない？ところで清水徳川家に有名な人物はいないの？15代将軍、徳川慶喜の弟、徳川昭武が有名だな。どんな人なの？昭武は15歳の時に使節団と共にフランスを訪問していて、同行者の中には近代日本経済の父と呼ばれる実業家の渋沢栄一もいたんだ。2021年の大河ドラマ青天を衝けの主人公で、2024年の1万円札の顔になる方ね。それにしても15歳でフランス訪問なんてすごいわ。そうだな。昭武のフランス行きは兄、慶喜の希望で、慶喜は昭武を次期徳川将軍に、と考えていたと言われているぞ。実現はしなかったけど、清水徳川家から16代将軍が誕生してたかもしれないのね。もしかしたら、だけどな。さて、以上が徳川御三卿の三家となるが、十万石でも大名じゃない不思議な家だよな。徳川家一門だから隠れ大名としては反則な気もするけど、徳川御三卿は大名以上の格の家よね。では二つ目は江戸時代に6万石の領地を有しながらも、藩を持つ大名として認めてもらえなかった、岩国領の吉川家を解説するぜ。どういう家？詳しく教えて。岩国領は大藩の長州藩が有した土地で、長州藩には市藩の長府藩と徳山藩、さらに長府藩の市藩の清水藩があったが、岩国だけ藩ではなく領という扱いだったんだ。岩国だけなんで藩になれなかったの？まず長州藩は代々、毛利家が藩主を務めたが、藩祖は毛利輝元という人物で、岩国領は輝元のいとこであり家臣でもあった、吉川広家の家系が代々有したんだ。ふんふん。つまり、毛利家の血筋といえど家臣の吉川家は藩を持つ価格ではないという扱いだったんだぜ。なんだかちょっとかわいそうな気がするわ。長州藩の他の市藩はどうだったの？岩国領以外の市藩は、毛利輝元の養子や息子の家系が藩主を務めていたぞ。一神党と四神党の違いでそんなに格差があるものなの？本当は毛利家と吉川家で仲が悪かった、とかあったりして。よくわかったな。江戸時代の毛利家と吉川家はあまり仲が良くなかったようだぞ。やっぱり？何かきっかけがあったの？まあな。私が思うに、毛利家と吉川家の関係が悪くなったのは、天下の分け目となった、関ヶ原の戦いの前後からじゃないかと思うんだ。詳しく教えてよ。関ヶ原の戦いでは、毛利家とその家臣の吉川家が西軍として徳川率いる東軍と戦ったんだが、実は吉川広家が東軍と内通して裏切っていたんだ。ええー、どうして？吉川広家は、主君の毛利輝元が総大将を務める西軍が負けると感じていて、内部情報を教える代わりに、戦後は毛利家の領地を取り上げないでほしいと、毛利家を守るために東軍側と密約を結んだんだ。なるほど、そういうことだったのね。吉川広家は東軍に寝返ろうと毛利輝元に進言したが、聞き入れてもらえなかった。そこで戦闘中、吉川広家の軍は毛利家の軍を足止めして戦いに向かうのを阻んだという。後でめっちゃ怒られそう、というか場合によっては切腹になりそうだわ。吉川広家の足止めで動けなくなった毛利軍は、他の味方の軍から進軍を促されても、これから家来たちと弁当を食べるからと言って、ごまかすしかなかったんだぜ。何？その変な言い訳。この出来事は最小殿のから弁当と言い、孤児となって現代まで残るエピソードとなった。笑うに笑えないわ。関ヶ原の戦いは東軍が勝利したけど、吉川広家さんの密約通り毛利家の土地は守られたの？いや、密約は関ヶ原の戦いで天下人となった徳川家康に伝わっていなかったこともあり、毛利家は今までの領地を取り上げられ、112万石から29万石の外様大名となったぞ。あらら、大減俸させられちゃったのね。この関ヶ原の一件が、毛利家と岩国領主の吉川家の不仲を生んだってこと？私はそう思ってるぜ。毛利家と吉川家は、幕末になってようやく和解できたんだ。確か幕末の長州藩って、
天皇を敬って外国を排除する、尊王攘夷派の中心的存在だったわよね。その通り。幕末の長州藩は、京都で薩摩藩などと戦った禁門の変や、外国船を砲撃した下関事件などで、攻め込まれたら危ない状況に陥っていたんだ。長州藩は一つにまとまらないといけないわね。そうだぜ。長州藩13代藩主の毛利高親は、朝廷と幕府の交渉役の重要な任務を岩国領12代領主の吉川恒政に頼んだんだ。ふんふん、それで？吉川恒政は毛利家のために尽力し、幕府が長州を攻撃した長州征伐などで大貢献したぜ。へえ、吉川家と毛利家の仲も縮まりそう。ちなみに吉川恒政は、吉川家と毛利家の融和にも尽力したという。1868年の明治元年には、吉川恒政のこれまでの功績によって岩国領は藩と認められ、吉川恒政は岩国藩の初代藩主となったぞ。関ヶ原の戦いから、約260年も続いたわだかまりがなくなったのね。余談だが岩国藩の立藩時の前年、実は吉川恒政はすでに世を去っていたという。え、よく立藩の申請が幕府に通ったわね。恒政の逝去は毛利高親の命令で隠され、恒政を藩主として岩国藩の立藩を申請したんだ。立藩の翌年には、恒政が隠居することを幕府に伝えてもいるんだぜ。ひえ？バレたら一大事よ。長州藩は恒政さんの逝去をよく隠し通したわね。うむ。それだけ吉川恒政は長州藩に貢献したし、吉川家も岩国藩の立藩が悲願だったんだよな。もしかしたら毛利家も吉川家も本当は、早くいい関係に戻りたかったかもしれないわね。では最後、三つ目は無鷹だったために正式に藩と認めてもらえなかった。松前藩の松前家を解説しよう。無鷹ってことは、お米が全く取れなかったってこと？そんな土地、日本にあったっけ？あったぞ。江戸時代は外国扱いだった江戸だ。現在の北海道ね。今の北海道では美味しいお米が取れるわよ。七つ星とか。冷めても美味しい米だよな。北海道で本格的に稲作が始まったのは明治時代だという。それまでの江戸は酒や昆布、ニシン、毛皮等を輸出して貿易で利益を得ていたんだ。へえ、幕府の経済基盤だったお米の年貢よりも利益がありそう。松前藩の貿易での利益は7万石も出ていたようだぞ。江戸時代は多くの海商人が江戸に商売をしにやってきたという。大阪、伊勢と並ぶ日本の三大商人の一つよね。ところでマリサ、松前藩の松前家って大名ではなかったんでしょ？ああ、正確に言うと松前家は旗本で、大名格の交代寄り合いだったんだ。立藩は無理だったが、幕府からは1万石クラスの扱いを受けていたぜ。ふーん、幕府にとっての蝦夷って大事な土地だったの？ああ、蝦夷は北方の防衛地として、重要な土地だったんだ。ちなみに松前家は明治時代になってから建藩を立藩しているぞ。へえ、いろいろ複雑な事情がありそうね。じゃあ、ここからは松前家の歴史を簡単に説明していくぜ。よろしくお願いするわ。松前家の始祖は武田信広という人物で、信広は同じ武田一族の柿崎末重の婿養子となった。柿崎家は、北海道の渡島半島の南部で勢力を誇っていたんだぜ。渡島半島の南端には函館があるわね。うむ。だが江戸には柿崎家よりも前から先住民族が暮らしていたんだ。ああ、アイヌの人たちね。その通り。柿崎家を領主とした和人たちは、最初はアイヌ人たちとうまくやっていたが、次第に衝突し合うようになり、1457年には大規模な戦が起こったぞ。いつも思うんだけど、どの国も先住民との衝突って起きてるわよね。そうだな。この戦はアイヌの主張だったコシャマインの放棄が元で起こったため、コシャマインの戦いと呼ぶんだが、この戦を鎮圧したのが武田信広だったんだ。コシャマインの戦いって、歴史の授業でもやった記憶があるわ。戦の後は、武田信広のひ孫にあたる柿崎末広がアイヌの人たちと和睦し、末広の息子、義広の代から松前姓を名乗り、1582年の天正10年に松前家の初代当主となったぜ。どうして柿崎から松前になったの？柿崎家の本拠地がある場所は的前という、アイヌ語の地名がついていたんだ。その的前を支配するという意味で松前と名乗ったそうだぞ。へえ、なるほどね。確か松前といえば、ネバネバが美味しい松前漬けが有名よね。松前漬けは北海道の郷土料理なんだぜ。松前藩では江戸時代後半にニシンがよく取れたため、ニシンの卵とスルメ、昆布が入った料理を松前漬けと呼ぶようになったそうだ。美味しそう、マリサ、松前漬けでいっぱいやらない？解説が終わったらな。ちなみに松前藩は、1669年の寛文9年や1789年の寛政元年にも、シャクシャインの戦いや国後、目なしの戦いでアイヌ人たちと衝突をしているぞ。そうなのね。私としては、お互いで仲良くしたかった人たちもいたと信じたいわ。うむ。
だが釈迦印等の戦によって、松前藩がアイヌ人を支配する関係ができてしまったんだ。戦いの後は大概、支配関係が生まれてしまうわね。松前家は、1599年の慶長4年に江戸幕府から正式に蝦夷地の支配を認められたものの、扱いは革新という扱いで、江戸時代はずっと旗本の交代寄り合いだった、というのは先に言ったな。うん。革新は外国の使者ということよね。松前家としては、幕府から藩として認めて欲しかったのかしら？ああ、そうだと思うぜ。だが1799年の寛政11年、松前藩は蝦夷地の大部分を幕府に取り上げられてしまったんだ。え、なんでまた？1700年代の半ば以降、ロシア人たちが蝦夷にやってきて日本との取引を求めたんだよ。だが松前藩は何の対策もせず、あろうことか幕府にもロシア人の渡来を隠していたんだぜ。あらら、そういう理由で土地を取り上げられたのね。鎖国中の日本にとって、異国人の渡来は脅威だったから仕方ないかもね。うむ。幕府は松前藩に7年後に返還すると通達し、松前家は代わりに武蔵国に5000石をもらったが、実際に松前藩に領地が戻ったのは、1821年の文政4年だった。7年どころか22年も幕府に取り上げられてたのね。そうなんだ。さらに領地を返却された松前藩は、幕府から築城を命じられたぞ。幕府はどうして城を建てるように言ったの？文政4年頃の日本には外国船が多くやってきていて、幕府は北方の警備を強化したかったからだな。松前藩は、1854年の安政元年にもともとあった松前家の館を増築し、松前福山城を完成させているぞ。ふーん、なるほどね。しかし幕末に函館港が開港し、外国との取引が始まると、松前藩の領地は再び幕府に取り上げられてしまった。また？それはどうして？幕府は、函館港のある蝦夷を直接管理したかったんだ。松前藩は幕府から代わりとして、出羽の国に約4万石分の領地と年間1万8000両の支給をもらったぞ。1回目の取り上げより大幅に国高が増えたわ。そうだな。さて、霊夢は1868年の明治元年に戊辰戦争が起きたことを知ってるか？うん、新政府軍と旧幕府軍の戦争のことでしょ。日本のあちこちで衝突して、最終的に函館戦争で幕を閉じたんだっけ？その通り。松前藩は新政府軍側についていて、松前福山城も戦場となっているんだが、松前藩は旧幕府軍の攻撃に備えたり、経済の転換を図る目的もあったりして、函館戦争の直前に、別の場所に盾城という城を建てて立藩したんだ。え、ここでまさかの立藩？そうなんだぜ。松前藩は城があった盾城から盾藩と呼ばれたが、1871年、明治4年、廃藩置県で廃藩となるまでの、わずかな間に存在した幻の藩となってしまったんだぜ。松前藩は幕府に2回も領地を没収されたし、立藩できてよかったわよね。松前藩は無高でも貿易で収入を得ていた、江戸時代には珍しいレアな藩だったんだよな。さて、ここまで3つの1万石超えの隠れ大名を解説してきたが、どうだった？1万石級の隠れ大名って、みんな想像以上の超特殊なケースの家ばかりだったわ。今回は、1万石超えの大名じゃない家をピックアップしたが、今回の解説のような特殊なケースの家は江戸時代にいくつか存在したんだぜ。へえ、機会があったら聞いてみたいわね。それより今は、一刻も早く松前漬けを買いに行きたいわ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。